お疲れちゃんです。ラッタです。今回はですね、久しぶりに今リプレイ解説のになるんですけど、あれですね、グローバル7位到達で、まあローカルも1位ですね。多分しゅんくんがまだそうステイしてるから、こんな感じでまあトロは上がったので、まあそのデッキをですね紹介したいなと思います。で今期は僕ずっと、あ、待って、そのデッキが、あれあれ待って、ここいない。ちょ待って、準備しなかったんですけど、まあこのデッキだからこれです。え、待って、違う、最悪、あ、これです、ペッカ工場です、こちら。はい、とですね、こちらのペッカ工場でまさかのトロここまで来たってわけなんですけど、僕ずっとあのスケフリとか30日とか使ってたんですよね、今期。この辺を後から見るんですけど、その、この辺は今日ずっとフレバトしてたから違うと、まあ、3日とかそのスケラフリーズ流行りのデッキを使ってたんですけど、なんかなかなか上がんなくて、でなんかペッカに、ペッカがいたからペッカパクってみたら意外となんか勝てたよっていう話てなわけで、リプレイを撮ってるんで、ですね、でクラン名はまあ気にしないでね。気にしないでね。はい。ですね、この辺フレボトをめちゃくちゃやったんですよね、今日。これだ。世界一うまいクロス、遅延クロス使いのカーネージーと、まあ、これはジャイだから微妙くて、リプレイがね、2つぐらい消えたんですよ。ペッカ対決のも あったし、あと1個ね、なんかにもうなんかなくなったんだよね。そう。フレバトしてたら、気づいたらあのリプレイが消えてた。こいつか。ジャイスケラー。まあ、相性いいんだよね。あとは、これ見てほしいんだけど、これと当たったの。やばくないですか？こいつしかもトロ高いんですよ。なんか、6位、俺の1個上だ。このデッキで、やばくないですか？これ。やばいっすよね。で、まあ、とりあえずあの、なぜこの後は、待ってよ、これあとラバに勝ったやつですね。これもう余裕でしたね。1個取られたけど、最初にもう2個折って、ボコボコにしましたね。最後危なかったっすけど。っていう、まあリプレイを適当に紹介したいなと思います。ちょっと遅くなった。だからまあ、しょっぱなラバですね。で、僕が、このペッカ工場で、まあ、対空がエレキとガゴとポイズアップ。申し訳ない、咳がやる。死にそうな咳が出てくる。でまあ正直この相手の縦線裂いてるのとかが美味しいんですよね。でここのもうバルーンと多分ガゴも多分沼ってるんじゃないかっていうようなプレイなんですよね。でここでやばくないですか、ただのハードカウンター。あの参考にならないな、なんか相手がね。けどまあ、ちょっとこっから見ていってほしいのが、今相手は最初に縦線裂きました。でバルーンとガゴとあとメガゴも裂いたんですよ。ってことは陸が今度墓石か縦線しかないんですよね。だから古城ババ裂いたらどっちか裂くじゃないですか。もうガゴとメガゴ裂いてるから、あってラバとファイボとなんで、今墓石裂いたじゃないですか。だから今度は陸がもう100縦線しかないんですよ。だからここで裂いて、相手縦線裂くじゃないですか。もうこれで相手陸がないじゃないですか。今2連続で墓石と縦線を裂いたから。なんで、もうこれで、ね、始まりで、ちゃんとペッカですね。で、この辺はもうバルーンも正直美味しくて、これでアドじゃないですか。相手多分、ペッカ止めれないから、その代わり逆サイおろうとしたんですけど、なんか、ひどい。ひどい。で、もう、こういうのでメガゴのダメージを抑えつつ、左もね、いうので削っていく形ですね。でゴースト出すかな。そう、もうこれでまあ終わりっすよね。まあ正直ラバに対しては正直守れないから、こっちが攻めてあれもう落とすしかないわけで、でここも縦線しか陸がないの分かってたんで、もうポイズン打ってね。でここでもう2つ目落ちるんですけど、正直ここの2つ目をポイズン使わない方が良かったですね。使わなかったら
別に使わなくても落とせたんですよね、後々。だからここで本当はエレキプラスのポイズアップガゴで防衛すれば、このラバルも一応守れるんですよね。そのラバルのこのペッカを使っててのラバルの守り方が一応あって、エレキでラバルに攻撃しつつポイズンで、あとはまあ最後ザップか、まあ、ガゴ突き立つかっていう話なんですけど、エレキプラスのポイズアップでラバルを防衛できるんですよね、っていうのがすごい大事で、だからその間に相手にファイボザップとか打たせないように、そのユーノだったりコジョババだったりゴーストだったりを飛ばして、相手にねそのエレキの処理をさせないようにすると、意外とラバルをエレキプラスのポイズンと、まあ、ザップか最後にワンチャンガゴ出すかぐらいで結構守れるんですよね、っていう守り方があるから、まあ、その守り方を見せれたかったけど見せれないですね、これは相手が相手ですけど、まあ陸を把握して結構削りに行けばいいかなと思います。はい、でこれなんですけど、これ本当にただのまあ引き分けなんですけど、正直あの、まあ、駆け引きですね、これ当たって僕今日この人と当たったなっていう2回目だったんですよ。2回目だからおっとってなって、まさかって感じで、よろしく、お互いよろしくなんですけど、で僕この人の出来は分かんなかったんですけど、ここで U の出して相手ウッドとコウモリしたんですよ。だから僕からしたらウッドとコウモリで考えられるのが、まあジャイサンシのザップをウッドにしたファイスピ版、でもコウモリないか、まあ最悪ね、がもう迫撃ディガーなんですよ、流行りのねギャングコウモリの迫撃ディガーで、もうそれしか考えられないじゃないですか、普通に考えて。だから僕が迫撃ディガーだと思って、ペッカって迫撃ディガーにマジで勝てないんですよ、本当にめちゃくちゃ上手くないと。だからもう僕はまあもう結構嫌で、残り延長入ってからとか勝負決めようかなと思ったら、相手がまさかのねこの攻めてこない、あれっていうパターン、まさかのみたいなパターンで、でも相手は多分僕が言うの出したことによってお前ペッカだなって思ってるんですよ。だから僕は迫撃ディガーだと思ってる、相手は多分ペッカだと思ってるんで、僕はありがたいラッキー引き分けだなって思って、相手もありがたい引き分けだなって思ってたら、僕がただただ損したっていうただただ損しただけの引き分けですね。そういう駆け引きからの敗北ですね、一応。で、あとこの辺はフレバトでこれだ、まあ、じゃあエスケラもねワンチャン持ってかれるから、まあ、立ち回りどうだろうな、どうだろうな、言うてだな、一応見ますか。これな、キツゴーストした瞬間にギャングされて、このガゴも中途半端だったんだけど、これ美味しいですね。ちょっと遅らしてからのザップ気持ちね。ちょっともうなんかこれでめちゃくちゃ入って、あの言うてか。で、あとはユニット割くのが怖いですね。で、ここでペッカー出すといけないんですよね。ここでペッカー出してると、あのペッカがジャイを溶かすのはいいんですけど、ジャイの攻撃が良すぎるんですけど、その間にスケラがもうえげつないぐらい殴ってくるんですよ。だから今のはペッカを出さずに一回こうやってあのユニットで受ける方が正解ですね。そしたらなんかもう気づいたら倒れてたでも相手がまあペッジャイ出した瞬間にこっちが10コスとかあればいいんですけど、ね、そういった部分でまた変わっていきますね。ジャイスケラされた瞬間にペッカしか出せないみたいな、ペッカ出してすぐポイズン打てるならいいんですけど、そのスケラだけでほぼほぼ持っていかれるんでね、怖いですね。っていうので、まあ、ペッカはなかなか避けないですね。ジャイのために取っていきたいのと、ポイズンもスケラに取っておきたい。で、まあ、ガゴで警戒しつつ、でここはペッカっすね。今スケラ打たれてもガゴが無双してて、相手はああやって矢の雨とか打つしかなかったんでね。でこれでまあ一発に抑えるそれで小物が多いんですけど、でここのコウモリにもザップ打たないですね。スケルトン部隊に無双されちゃうの でここでエレキで処理することによって、次のスケブに対してザップ打てます。でこれ打つともうどんどんね、相手は陸受けがしんどいので、もうどんどん追加してあげてね、このまま気づいたらまたタワー折れてたやつですねすぐポキポキデッキですねこれ。しかも
あれ、なんかバグってない？なんで？ちょ待って、怖い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 、なんか真ん中から爆弾みたいなの出てきてる。なにこれ、ちょ待って、今動画撮ってんのに。いや急にダクビ出てくるやん。なにこれ、これやばくないですか？これやばいっすよね、普通にやばいっすよね。どうしたクララ復活、急にくっつるやん。まあしゃあなしですね、そういうこともあるわ。はい、ってなわけで、あとが賞味ジャイ2本なんですよね。いや2本じゃない、ジャイとチエンクロスか。でもうジャイは本当にもうただの相性ゲーだから、これはよくて、最後ですね、チエンクロスがマジで上手い人、そう、世界一チエンクロス上手い人、これは本当に言っていい、言っていい、そう言っていいですね。このチエンクロスで世界一上手い人なんですけど、あの世界大会優勝したノバに一応所属してる選手で、この人も戦績も普通に良くて、けど周りがめちゃくちゃ強いから、この人も強いけどあんまり試合には出てないみたいな感じの人ですね。で、まあ、で一気分かってるんでなかなか厳しいっすね。けどこれ後ろ工場した瞬間にクロス来たんすよね。もう悩ますよね。でも、まあ、ここでザップはここで打たないですね。もう打ったところで相手のメガゴにほぼほぼ全部防衛されちゃうんで、一回許容してからのメガゴ処理、そうするとなんか相手が結構苦しくて、このアイゴレで多分ペッカを釣りたかった相手は、けどオワコンっていう。もうただもうこれまたポキ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 なんですけど、まあ、これでね、あと残り2分は正直もう芋って耐えたっていう話ですね。はい、なんかね、意外とねリプレイ解説なんですけど、なんか内容薄い、めちゃめちゃ薄い、めちゃめちゃ薄いんですよね。けどまあこんな感じで、でも本当にこの初っ端で折れてないと、本当にうまいクロス使いだと、もう防衛クロスからのロケット削りもありますし、一気に持ってかれるんで、でもこっからもワンチャンを取りに行こうとしてるから、まあ、しっかりポイズンとか打って防衛ですね。しかもなんか永遠にあのね、タワー折られてない側じゃなくてこっち側出してくるんですよね、ユニット内クロスを。だからまあ諦めてたのかなっていう感じなんですけど、てなわけでもうこれは終わりましたね。はい、てなやつです。ということでね、今日の動画薄いですけど、まあでもこれでグローバル7位来れるのっていうような感じなんですけど、このペッカが多分環境に合ってる説がある。スケラが多いじゃないですか。ポイズンもある、ガゴもある。で、今のスケラは結構陸系がしんどいんですよ。だから、ここが強くて、あと何がいるっけ？スケラのイメージしかないな。けど、そう、だから結構ね、いいと思うんでね、使いやすいと思いますし。でもまた多分このデッキの動画出すと思うんでね、はい、ぜひぜひ。参考にしてもらえればいいかなと思います。ということで終わりにしたいと思います。はい、良ければねチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。